の畳み方。袴の前ひもと後ろひものひも付け位置を持ってひだを整えてから袴の前を上にして平らに置きます。裾から3分の1のところを折り返し、さらに上部をその上に折り重ねて三つ折りにします。三つ折りに畳んだ袴を腰板が上になるように向きを変えて袴の紐を畳んでいきます。袴前紐の紐先を紐の付け根まで折り返して紐丈を半分にし、さらに半分に畳んで紐丈を4分の1にします。もう一方の前紐の紐丈も同様に4分の1に畳みます。紐丈を4分の1に畳んだ前紐を後ろ中心で襟合わせに交差します。左手側の後ろ紐を斜めに折り下げ、交差した前紐の上に重ねます。斜めに折り下げた後ろ紐を前紐交差点の奥に下からくぐらせ上に出します。右手側の後ろ紐も同様に前紐交差点の奥に下からくぐらせ上に出します。右手側の後ろ紐を左上の前紐と後ろ紐の交差点に絡げて右上に引きます。残りの紐丈を半分にし、右の後ろ紐の輪に通して右下に引き、前紐の上に重ねます。右手側の後ろ紐も同様に右上の前紐と後ろ紐の交差点に絡げて左上に引き、紐丈を半分にして左の後ろ紐の輪に通して左手に引き、後ろ紐を前紐の上に重ねます。左右の前紐後ろ紐を揃えて袴の畳み上がりです。